ゲームなんだと思いますけども、はい、ゲームを振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、まあ暑さが厳しいのかなと思ったんですけど、まあ、そこまで暑くなくて、で、まあ、試合の入りも良くて、まあ、全然選手が走ってプレスしてくれたので、まあ、後ろはだいぶ落ち着いてきたかなと思います。原田選手の今年にかける思いはすごい強いと思うんですけども、はい、ご自身の今シーズンの目標はどういったものを定められているのかなという。今シーズンの目標ですから、はい、ご自身の、はい、まあ、昇格しか考えてないです。まあ、プレー面のところでもプレー面ですか、まあ、はい、まあ、シュートを止めるとかいろいろ変わると思うんですけど、まあ、まあ、そうです、まあ、無失点にこだわってやりたいなと思ってます。実戦に向けてホーム戦になりますけども、いい声をお願いします。そうですね、今いい集中力でみんなの戦いをやっているところで、それを継続して次のホームを絶対勝ちたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。3連勝おめでとうございます。ありがとうございます。ゲーム振り返ってみて率直な感想をお願いします。相手も最初から勢いを持って蹴ってきたんで、そこに、まあ、ちゃんとみんなで話して、みんなでちゃんと守った試合だなと思ってます。中盤で攻守にわたって光るプレーが多く、抜けられましたが、まあ、ご自身のプレー振り返ってみていかがですか。まあ、やっぱりボランチってディフェンスもそうだし、前の攻撃もつながり、大事な仕事だと思ってるんで、まあ、一応今日みたいにそういう守らないといけない試合の時はバランスちゃんと取れながらやりたいなと思って、そういう勝利を集中してやりました。最後に次節の意気込みをお願いします。もう本当試合数も少ないし、もう絶対負けない試合になると思って、今日みたいにみんなで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。3連勝おめでとうございます。ありがとうございます。そして公式戦デビュー初ゴールおめでとうございます。得点シーン振り返っていただけますか。はい、決めた前のコーナーキックで相手のキーパーが出てたの分かったんで、まあ、原さんにボール投げてもらってゴールが出てたんで、流してもらいました。ゲーム途中からの出場でしたけども、まあ、ご自身、まあ、どのような思いでピッチに入られましたか。残り多分15分とか10分で、自分の仕事はとりあえずハードワークして、あとは点取ることだと思ってたんで、とりあえずそこは、頑張ろうと思ってました。最後に施設の意気込みお願いします。はい、また点を取ってチームの助けになれるように頑張ります。ありがとうございました。3連勝おめでとうございます。ありがとうございます。ゲームを振り返ってみていかがですか。そうですね、非常に、まあ、緊張感のあるゲームだったんで、今日上位決戦ということで、まあ、絶対勝ちたいっていう気持ちが出せたかなっていうふうに思ってます。同じ2連勝中の東京ナイトとか今日は入ってて、まあ、いろいろチームの中で、まあ、決め事だったりをされてたと思うんですけども、まあ、キャプテンとして、どのようなこう声掛けをされてゲームに臨まれましたか。まあ、誰が出ても、まあ、チームでやることは変わらないですし、まあ、走ったり、また間際だったり、そういうファイトする部分は、まあ、チームとして今できていることだと思うので、まあ、そういう部分は続けていけたらと思って試合に入りました。最後に季節に向けてと、ファン、サポーターの皆様に一言お願いします。一戦本当に負けられない試合が続くので、まあ、常に勝ち続けて、まあ、まずはリーグ優勝できるように頑張っていきます。ありがとうございました。ます。